タバタしてるので45分ぐらいまでしかできないけど、ごめんね。今日はそう1500日だから、いい。やす198段さん、ありがとうございます。ありがくま。そう、なんか北さん、源ちゃんさん、ゴーちゃん、しんじいちゃんさん、よしパパさん、ありがとうございます。わーい、ありがとう。もうごめんね、のんびりあのご飯を食べながらやります。茶そばです。ちょっとよく見えないかもしれないけど、茶そばです。私の大好きな最近食べたかったご飯、茶そばです。いただきます。うんうん、おいしいです。茶そばに錦糸卵とお肉と刻み海苔がねかかってるの。冷たくないよ、これあったかいやつです。あの山口県のなんていうの、有名な瓦そばのホットプレートバージョンって感じ。うん、うん、そうね、ハイタッチイベント会が開催されるみたいでね、久しぶりじゃないですかね、皆さんとそうやって瓦そばだから、まあ茶そばですうんうん、うん、私は握手会してました。だから久しぶりですね。お待ちしてますハイタッチは初めて、今握手はしてた。ね、久しぶりなので楽しみですね。そう、東京と福岡の2カ所の開催なので皆様お待ちしております。ぜひぜひお越しください。こんばんは、おいしい。ねえ、どんな感じになるか楽しみですね。ケンが実家に、ああ、それは取りに行って。私麺すすれないんです、あんまり上手に。そうなの、だからこういう食べ方になってしまう。うん、うん、最近ずっと茶そばが食べたかった。2枚出てきた。うん、わかんない、茶そばってググってみてください。そういう食べ物です。なんて言ったらいいかよくわかんない。
今日は1時間しないから私がただただずっと食べてる45分間かもしれないワンチャンありえる。どこかにあると思うんだけど探してあげて。私のためにもみんなのためにも探してあげてみんなのためにもじゃない私のためにもあなたのためにも探して。大掃除したら40すごいねおいしい。美味しいですね。不安の帰り道ありますようにすぎる。それはおいしい。ルームフライトルに私が映んない。なんで？どういうこと？なんでだ？私いるよ。今日ロケだったんですけど雨じゃなかったです。友達とグータッチすることあるけど、はい、だラッパーなんよやっぱやってることラッパーなんよグータッチせんのよどっちかというとハイタッチなんだねまあまあ握手会はしたことあるけどハイタッチ会は初めてです。うん、なんかファンの方が自撮りするツーショットとかサイン会とかはしたことあったけど、そうハイタッチ会初めてするからどんな感じなんだろうって楽しみですね。ワクワク。ふう、満足。お茶が欲しいです。あ、もうするの？ゆりちゃんの手が大きい。確かに私手大きいっすよ。うん、じゃあ今日45分しか配信できないし、今ちょうど喉が渇いたの。そう、素敵じゃない？喉が渇いたの。1500日じゃん。15分あとまあ数分経ったら1500日じゃん。だからちょっとなんか15日なんだことをなんか1個ぐらいやってみようかなって、せっかくだからね。はい、ってことで何をするかと言いますと、ちょうど喉が渇きました。ラムネ15秒で飲んで1本飲めるかチャレンジ。なんでこんなさ苦しいことやってるかよくわかんないんだけど、自分で押してどうにかするよ。そう、ラムネ1本15秒で飲み切れるかチャレンジをします。まあ、せっかく15なんで、はい、なんか楽しみたいなっていう。結構ハードだよね結構ハードだと思う。私もそう思う。ん？あー、確かにね。
まず私この開けるのが苦手なんだよねラムネ。あー、簡単だった、すっごい簡単だったんだけど。でも私なんか一昨年ぐらいにちょっとなんかそう結構夏に3本4本ぐらいチャレンジしたことがありまして、いいよここにもうちょっと腕伸ばしてほしい。あ、そう、母さんの手借りたい。もうちょっと全然腕伸ばして、全然映んない。あ、映んない。あ、オッケー、いいよ、ここキープできる。もうちょっと一回休憩しよう心の準備できてない違う、ラムネを1本15本、おかしい、わけわかんない。ラムネを1本15秒で飲むの。みんな静かにして怖いよし、やろう。どこ押したらいいのこれ。あ、これ OK、 よし。ちょっとみんな反転してるから頑張ってね。違う、ラムネを1本15秒で飲めるかチャレンジだから、いくよ。よー、どういったらいいんだろう、私違うなこっちか。よーい、スタート。スタートあ、なってる。ちょっと待って、結構なんかゆっくりめだね君たち。いくよ、よーい、スタート。なってる、 OK。やめよう一人でするもんじゃないし、なんかね、あの無音でするもんじゃないし、あのさ途中でさ無音が苦しくなったのと、いくって炭酸あんまりないこれただのなんかすごい、なんか、なんか甘い水飲んだ、苦しい違う意味で苦しい、チャレンジ失敗だし、ごめん。なんか多分これ結構前に買ったラムネだから、抜けてた。でも一応飲み続けた方がいいかなと思って飲み続けたし、あの無言が結構つらかった多分なんかやっぱニコ生じゃないとやべ、ダメだよね、ニコニャン、炭酸なかった、あんまりね、ニコちゃん。あ、ニコちゃんお願い、ね、ニコちゃん、ニコちゃんお願い、ここにいて。ふぅー、うぅー、あは、言わないで。やっほーって久しぶりって、あれ1499じゃない？99じゃなかったっけ。ニコちゃん、ニコちゃん、99だったよね。
前バグってる？バグっていいじゃん。ニコちゃん、ニコちゃんこっちで、ニコちゃん、ニコちゃん、ニコちゃん。あ、出てない？オッケー、じゃあ。じゃない？出てない？え、お母さんの携帯戦後になってるって。それは私のこれ、それは私のあれだ、テロップだ。それは私のテロップだ。まあ、いっか。まあ、サンタクロースも慌てるって言うし。オッケー。え、でちなみに昨日出たよねテロップ1499で出たよね。じゃいっか。じゃいっか。ねね。何なんだろうね。他のルームおかしい。うん、じゃあいっか。ね、私のルームだけがおかしかったらね、なんでだってなるけど、他のルームもおかしいならいっか。え、いい、ごめん、私さ、今このテンションでケーキ食べるけどいい？今から。いいかな。あ、私さ、そう、今日1500だと思ってたから、私今このテンション感で今からケーキ食べるよ。ね、うわ、え、タルトがいい。うん、え、でもモンブランもちょっとちょうだい。ちょっとちょうだい。ね、食べますよ。明日は食べないけど今日だけ食べる。だからイブです。そう、クリスマスイブもあるから1500日イブです。イブイブ。いいね。ワンホール食べないけど、そう、お母さんと分けて食べる。うん、嬉しい。美味しそうなケーキでとっても嬉しい。ニコちゃんおいで。ニコちゃん向こう行く？そこにいるの？もう中身それないよ。ニコさん、ニコちゃん、ニコちゃん、クンクンしてるね。もうないぜ。ショールームのアイドル一覧のところはさ、そうなの？ありがとう。アプリで見れないから、やっぱちょっとバグってるのかな。調子悪き？すごー。あ、これ私全部食べないよ。みんなに注意とく。すごい、いちごこぼれてるじゃん。買ったの？これ。すごい、おこぼれいちご。全部食べないよ。みんな安心してね。ニコちゃん、こっち行ったら。はい。待って。はい、ニコちゃん。ニコちゃん。はい。キャー。確かに。スクショタイムとかしとく？久しぶりに。1500。うん、持ってる。取れた？久しぶりの
スクショタイムとかでもしておこうかなと思った。あんましないからさ、こういう時ぐらいね。ねえ、モンブラン美味しそうよね。悩んだのさ、こっちだっけ、いつも。わーい、おけまる食べちゃうもん。みんないつもありがとう、見てくれて。これからもよろしくね。こんな感じのマイペースでやらせていただきますんで、よろしくお願いいたします。食べていいの？どうやって食べるこれ。とりあえずこの周りを剥がさないといけないんだけど、どこで剥げてるかわからない。どこだ？切れ目どこだ？切れ目わかんない。本当に切れ目わかんないタイプだ。あ、わかった、発見。キャーテレテレ、貼ってあるね。ニコちゃん、ニコちゃん、ニコちゃん違いますよ。ニコちゃんじゃないです、これ。テレテレ、ニコちゃん違います、これ。あなたじゃない。キャー、すごい、ちょっと、これいただきます。食べていい？ちょっと普通にいちごから食べよう。いただきます。このいちごはタルトです。ちょっと上に練乳もかかってるし、生クリームとカスタードクリームがある。うんふん、贅沢ですね。なんかいちごのソースもちょっとかかってるの。そしていちごが何個使われてるんだろう。なんか7個ぐらいいちごが乗ってる。この大きさのいちごが7個も乗ってる。やばくない？ちょっと大きいな。そう、タルト生地の上になんかいちごのムースみたいなのが乗ってて、めっちゃいちご、めっちゃもりもり。母さんもさ、お皿持ってきてさ、モンブラン違うお皿でついた方が食べやすいと思う。うん、一緒に食べよう。うんうん、めちゃめちゃ豪華。うん、ごめんね、テロップ出てないの。はっちゃんありがとう。でもごめんね、テロップが出てないの、不思議だよね。かっちゃんありがとうございます。ニコタンに奪われそう。かっちゃんありがたわ、ありがとう。ニコタンのじゃないよ、これ。これニコタンのじゃないんだ、ごめんね。ね、いい子におさわりしてるね。お手？
なほん。うん、分かった。ちょっと待って。うん、分かった。ちょっと待って。お皿にさ、かけたのが食べやすいと思う。にこちゃんお手、にこちゃんおさわりして、おさわりお手、おかわり、はいはい、ゆりこさん問題もない、もう食べた食べた、にこさん見て、フォーク、フォーク見て、何もついてない、食べたあなたは。にこちゃんおさわりお手、はい、おかわり、にこちゃんおさわり、待って待って待って、はい、うう、食べた、一個一個、お利口さんですね。あ、もうないです、もうフォークついてません、何も。うん、取る取る、うん、それもうキラキラって取って、ケーキ食べてない。果物食べてね、ニーブス。でも食べました、あなたよく食べました、グッ、おいしかった、わっ。いいな。これどうやってモンブラン食べるの？そう、いちごさんです。ニコさんが食べたものは。うん、おいしい。うん。栗がいる。めっちゃ栗。うん、下パイ生地だ、すごいよこれ、スポンジ生地とパイ生地が下にある、大丈夫、うん、なんかちょっとクッキー生地みたいなのもある、うん、すごっ、おいしい、すごいよこのモンブラン、初めて食べた、モンブラン、このモンブラン、このお店のモンブランね、すごい栗。感想小学生なんだけど、どうしよう。栗。うんふん、なんかさ、下がパイ生地のさ、モンブラン初めて食べたんだけど、美味しいね、うん、すごい、もうなんかパイ生地がザックザクなの、うん、すごいよ、ザクザクのザクよ、パイ生地が。でさっきからさ、まぶたにクリームつけてる気がするんだけど。すごい、なんか、うん、いいね、天才だね、パイ生地だって。うん、うん、だって、うん、うん、うん、すごっ、うん、ザックザク、
美味しい、ありがとう。めっちゃ美味しい。これはあれ、なんかなんだっけ、スパイスさんのさ、あのさ、感謝祭でさ、おすすめのカフェありますかって言ったじゃないですか。いや、あの時だよね。あの時に言ったキイチゴさんっていう、私その時かき氷をおすすめしたんだけど、そう、スパイスさんでおすすめの熊本のカフェありますかみたいなインタビューがあったんですよ。そう、トークショーの時にね。いや、その時にそう、かき氷がすごい美味しいキイチゴっていうお店、カフェがある、お店があるんですけどって言ったんですけど、そのお店のケーキです。そこはケーキ屋さんなの、本当はキイチゴっていうケーキ屋さんだけど、夏になるとかき氷をやるんですよ、お店でね。もうめっちゃ美味しいの、かき氷がね、すごいの。今そう、今日はキイチゴさんのケーキなんだけど、めっ、今そう、いちごタルトとモンブラン食べたんだけど超美味しい。ケーキも美味しいし、夏のかき氷もめっちゃ美味しいの、だからおすすめ。あとさ、誕生日ケーキもあるんで、誕生日ホールケーキも売ってるのよね。ホールケーキをさ、誕生日、そう、私8月31日生まれだから買いに行くじゃないですか。で、誕生日本人が一緒に買いに行ったらソフトクリームもらえるの。まるまるちゃんお誕生日おめでとうってケーキ買うじゃん。それの本人がいたら、よりちゃんお誕生日おめでとうで、よりちゃん一緒に行ったらよりちゃんソフトクリームもらえるの。そう、おすすめのケーキ屋さんです、ぜひ行ってみてほしい。あと焼き菓子とかも売ってるから、そう、プレゼントとかにも良い。本当にケーキも美味しいし、かき氷が超美味しいの。一回食べてみてほしい、かき氷超美味しいの。結局本当にかき氷が、ケーキも超美味しいの。そう、どうしようかなと思う。熊本のお店です、めっちゃ美味しい。ホールケーキだったらフルーツ乗ってるのも美味しいんだけど、このプリンケーキっていうのがあるんだよね。ケーキの上にプリンが乗ってるの、大きいホールケーキのね、めっちゃ美味しい。それもおすすめ。めっちゃ美味しい。そう、プリンケーキとかもあるから、私のお父さんとかはそこのプリンケーキが好きなの。そう、ケーキ屋さんなんだけど、焼き菓子とかも、夏はかき氷とかもやってて、そう、熊本にあります。めっちゃおすすめ、大好き。でもそう、人気だから、土日とかその休みの日とかは、クリスマスとか特にケーキなくなっちゃう時あるから、そうそうそう。早めに行ってね、欲しいって感じ。おいしい。菊陽ってどこだ、菊陽かな、菊陽ってところにあります。熊本市からはちょっと離れてますね。でも美味しいです。ちょっと離れてても行くべきです。そのぐらい美味しい、おすすめ。シュークリームも美味しいよ。食べ過ぎてる。うん、売り切れてた、シュークリーム。そう、シュークリームはなんかね、すっごい人気で、よく売り切れてるの。そう、だから早い時間に行かないと売り切れること本当に多いから、そう、そのぐらい人気でございます。めっちゃ美味しいの。
いちご美味しい。キイチゴっていうお店です。もう夏場のかき氷は本当に一回食べてみてほしい。超美味しいから。うん、めっちゃ美味しいの。なんかもうめっちゃいちごのソースかけてくれるのさ。でかき氷の氷がふわふわなので、いろんな味があるんですよ。メロンがあったり、そうメロンはメロンの果肉がいっぱい乗ってるの。メロンの果肉がいっぱい乗ってたり、抹茶とか、なんか本当に全部美味しいんですよ。なんか私はね、ハニーアーモンド、ハニーアーモンドみたいなやつが美味しくて好きで、桃とかだともう桃がゴロッゴロ乗ってるの。そう、夏限定なのかき氷は。だから夏に絶対に行くべきです。私1年に2回は行ってる。年にで行ってる。夏の間に意地でも2回は行ってます。向こう行く？パスンいるよ。行かないの？行かないの？行かないんだ。そう、超美味しいからおすすめです。行ってみてほしい。ん？行かないの？行かないんだ。いちごが欲しいの？でもニコさんのいちごないよ。私今ニコさんのいちご持ってないや。いちごが欲しくてママに言ってるの、あなたは。ニコさん、お座り。お座りって言っただけです、まだ。ちょっと待って。静かにしてください。いちご出てこないよ。いちご出てこないよ、そのワンワンしたら。おいで、うん、おいで。そんなママ言ってもイチゴは出てきません。落ち着いてください。投稿見てますけど、イチゴは出てきません。そんなママ言ってもイチゴは出てこないんだよ。ニコさんの匂いがするね。なんで画面が真っ暗だったんだろうね。調子悪しだね。諦めた？もう僕にはイチゴが来ないんだって諦めた？15秒。いや。ちょっと待って、15秒。
ページに。もう45分までこの状態でいいよ。もう最後までこの状態でよ、ニコさん。ね、仲良くしとこう。あ、ごめん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 、匂いすぎたよね、ごめん。あんま最近ね、くんくん長時間できてないかなと思ってくんくんしたらごめん、ちょっと長かった。もうちょっとだけ待って、もうちょっとだけ待ってほしい、ごめん、ね、あ、待って、ね、もうちょっとだけ待って。やっと映った。ニコさん、みんなに挨拶して、ヤッホーって、僕がニコだよって、僕がニコ、僕がニコだよって、みんな、僕がニコだよって、知らない人もいるかもしれないけど、僕がニコだよって、言ってあげて。直してください、ありがとうございます。じゃあランキング読もうかな。ニコちゃんありがとう、またね、元気でね、グッバイ。いちご狙ってるね。じゃあ13位からランキング読みます。13位ただの魚さん、ありがとうございます。12位ルルルンさん、ありがとうございます。11位スバルさん、ありがとうございます。10位タダタンタンさん、ありがとうございます。9位キタさん、ありがとうございます。8位パパさん、ありがとうございます。7位ヤス1983さん、ありがとうございます。6位ドマさん、ありがとうございます。5位ミフィラスさん、ありがとうございます。4位シンジーちゃんさん、ありがとうございます。3位北の住人さん、ありがとうございます。2位ネオアレスさん、ありがとうございます。1位タッちゃん、ありがとうございます。みんなありがとう。きっと1500かもしれないし、1500のイブかもしれないですけど、見てくださり、聞いてくださり、ありがとうございました。ではでは皆様、またねー。ありがとう。バイバーイ。わかんない。イブかもしれないし、イブじゃないかもしれないけど。ありがとう。またねー。